私は学問の力で日本の女性を自由にしたい。女子高等教育のパイオニア、津田梅子。明治の初め、わずか6歳でアメリカに留学し、帰国後は女子高等教育に生涯を捧げた津田梅子。日本の女性は生まれた家や結婚によって人生が決まってしまう。そんなの終わらせなきゃ。高い志を胸に女性の地位向上を目指した津田梅子の人生とは。明治初頭、女性は勉強する必要はなく、早く結婚して家庭に入るのが良いとされていた時代。何ですって？梅をアメリカへ？政府は日本が欧米諸国と対等になるには女性の学力向上が必要だと考えている。わしもそう思う。国費で10年も学べるんだぞ。10年？梅はまだこんなに幼いのに。お母様。1871年、岩倉使節団とともに梅子を含む5人の女子留学生はアメリカへ向け出航した。一行は市民から大歓迎を受け、現地での生活が始まったが、体調を崩した2人が帰国、女子留学生は3人となってしまう。それでも最年少の梅子はランマン夫妻の愛情を一身に受け、のびのびと育っていった。勉強できることに喜びを感じ、3人はとある約束をする。帰国したら3人で女性のための学校を作りましょう。おー！梅子はますます積極的に本を読み、さまざまな科目で優秀な成績を収めた。そして希望を胸に帰国。私の人生の新しいページがどうか素晴らしいものでありますように。だが私たちの留学は一体何だったの？国に期待されて一生懸命勉強したのに、戻ってみれば働く場所がない、何の役にも立てない。男性優位の日本社会では、いくら優秀でも女性の働く場がなく、伊藤博文の紹介で華族女学校の教壇に立つも、女性自身の学ぶことへの意識が向上しない現実にショックを受けた。もう一度留学して進むべき道を切り開きたい。今度は自分の意思で2度目の留学をする。勉強に没頭する傍らで教育の本質について考え、学校を作るための準備も進めた。アメリカ・デンバーで開かれたバンコク婦人クラブ大会では、大勢の聴衆を前に演説したことがきっかけとなり、ヘレン・ケラーやライチンゲールと面会、夢を諦めない決意をする。私は決して諦めません。学校を作りましょう。その思いは国内外の多くの人の心に届き、多額の募金が集まった。そしてついに念願の女子英学塾を開校。女性が自立するためという教育は瞬く間に評判となり、入学希望者が殺到した。教育こそが女性を自由にするのです。日本の女子高等教育の発展に大きな足跡を残し、2024年度からの5000円札の顔に選ばれた津田梅子。今も日本の女性たちを静かに見守っている。お宝発見。ここでは梅子のお宝を紹介するよ。私の宝物はこれよ。1898年、バンコク婦人クラブ大会に出席するために向かったアメリカで、当時18歳のヘレン・ケラーに出会い、手紙をもらったよ。翌年には憧れの人であるナイチンゲールと面会し、梅子を力づける言葉と花束をもらったんだ。さあ、私のクイズに挑戦よ。津田梅子検定クイズ100。第1問。私が同行した使節団の名前は何でしょう？1、岩倉使節団。2、福沢使節団。3、西郷使節団。あの時ちょんまげで目立っていた方は岩倉様よ。第2問。使節団の最大の目的は？1、不平等条約の改正。2、同盟の締結。3、日本の名産品の普及活動。私の他にも不平等と戦う人がいたのね。楽しい問題から超難問まで、全部で100問のクイズがあるから、強い信念で達成しよう。
近現代に活躍した日本の偉人を楽しく学べる角川漫画学習シリーズ漫画人物伝津田梅子。ここでは紹介しきれなかったエピソードや歴史の流れを詳しく漫画で説明しているよ。気になる人はぜひ読んでみてね。シリーズ好評発売中。